こんにちは。今日はお越しいただきありがとうございます。ロンロンインディです。彼がロンロンで私がインディです。はじめましての方がたくさんいらっしゃると思いますので、はじめましてどうぞよろしくお願いします。まずこの場をお借りしまして、今回の展覧会で、京都市上下水道局琵琶湖疎水美術館、そして京都グラフィー主催の、皆様関係者の皆様に感謝申し上げます。今日は私たちの活動につきまして、また今回展示しています即非京都の作品についてご説明お話しさせていただきたいと思います。まずはじめに即京都に至るまでの道のりとして、2人が出会ったところからちょっと端折りながらになりますけれども、お話しさせていただきます。どうぞ。对，我的摄影的生涯是从北京东村开始的。那呢，1992年的时候我就来到北京，我是从福建这个南方，然后呢来到北京。当时呢就是非常偶然的住进了一个村庄，那个村庄就是后来叫做北京东村。自分はですね、ロンロンは92年に福建省から北京に上京してきました。そしてこの後で北京東村と呼ばれる北京の郊外に偶然住むことになります。住了一段的时间，发现周围有一些年轻人，然后呢这个其实这个村庄一般是一些收废品的一些外地的民工，但是呢有一些年轻人，他们的气质其实非常不一样，看起来是做艺术了。然后呢我就努力跟他们有一些交流。ここはですね、当時ゴミ処理場、ゴミが集積する場所だったんですね。その中でそういった工事人たちの中で時々若い様相が普通じゃないような人たちを見かけるようになって、声をかけて少しずつ交流が始まりました。那这些年轻人有的都是从全国各地来的，比如说从湖南、从河南，然后呢他们是学画画的，那呢其实他们来北京就是追求艺术家的梦想，其实那跟我其实是很像的。我当然当时是想当一个摄影家，所以他们是画家，所以呢来北京就是想要当一个职业的艺术家。ロンロンもアーティストになりたくて、芸術家になりたくて上京してたんですが、当時彼らもですね、ここに一緒に居合わせた若者たちも同じような夢を抱いて、全国の各地から地方から上京していました。たまたまここに集まっていました。那其实那个时候北京其实作为当代艺术或者现代艺术，包括比如说这张作品是一个行为艺术，这个艺术家就是张环，在我们东村的一个公共厕所里头实施的。この写っている彼はザンファンというアーティストで、パフォーマンスの後にパフォーマンスのアーティストになったんですけれども、ここは公共のその村にある公共のトイレの中に1時間体可以送蜂蜜吗？对对对，可以。蜂蜜。体に蜂蜜を塗ってこの公共のトイレに1時間座るというパフォーマンスです。蜂蜜跟鱼的内脏。あと蜂蜜と魚の内臓です。然后他在这个公共厕所里，其实是因为那个东村的公共厕所是农村，所以呢非常臭，然后呢就是环境特别不好，有很多苍蝇在他身上，所以在这里头实施了一个小时。こういう農村地の農村部のトイレという公共トイレというのは、当時はものすごく衛生的にも悪くて、そこに1時間座るというすごい過酷なパフォーマンスで、体中ハエがたかって非常に過酷なパフォーマンスをしていました。那东村其实它是一个群体，大概有十几个艺术家。我们当时是一起参与做行为，然后呢一起就是观众。其实当时在北京就是非常地下的，因为当时在北京几乎没有当代的艺术空间，也对年轻的艺术家也没有这一个平台，所以我们是一个自发性的一个运动吧。
その当時は、現代アートは非公式 の、 まあ、アートであったりメディアであったり、当然写真もなんですが発表の場もありませんでしたので、こういった若い人たちが一丸となって自分の、表現を追求していったり、その友達同士で発表してそれをこうどんどん、横につなげていくという活動をしていました。那这个行为就是刚才这个十二平米的洗手间这个厕所里头出气，它到湖里头消失的一个过程，我全部拍摄了这个现场。ここはこの先ほどのこのトイレのパフォーマンスから最後の、消失する時間まで全てその過程を写真に撮りました。很快，这个东村其实它就被解散了。为什么呢？当时因为我们的行为，我们的这个行动，我们的太前卫、太先锋，然后有警察就把我们几个人抓走了。比如说像马六明啊，还有朱明啊，然后东村很善就很快就解体了。后面我就是从94年拍到98年，所以东村整个一个系列。但是呢，因为今天时间有限，我就不会多说这个故事吧。但是这是我作为一个摄影家的一个独立的作品的一个开端，是从东村开始的。この東村のパフォーマンスというのは、アーティストたちというのは大変前衛的で過激なパフォーマンスも多かったので、93年から94年まで、まあ、存在したんですけれども、1年で、閉鎖された、村が閉鎖されました。でアーティストたちはその後ジレジレに解散状態になるんですが、自分にとってもこの東村の経験であったり、ここで写真を撮り始めたっていうことが、自分にとって写真表現の始まりであり、非常に重要な期間でありました。这个就是东村的这个群体解散之后，我开始也关注这个北京周围的环境。比如说北京那个时候经常有拆迁，因为这个有大量的胡同，所以被拆掉。所以呢，我就是从东村的这个群体，然后走到整个北京的各个角落。所以呢，在记录了整个这个北京的生态的一个过程。所以有很多废弃的照片。先ほどの東村が94年から98年まで自分の視点で撮っていたんですが、それと同時並行で東村が解体されてから、北京の街を撮るようになりました。北京は当時再開発で、ちょうど取り壊し、街中が取り壊されて開発されていたので、その街を、自分の視点で切り取るようになりました。在北京も快30年、然后呢其实在东村的时候那个地方叫做农村，但是呢现在已经是城市的中心了，现在叫做朝阳公园。我刚到北京的时候其实三环还没有开通，现在已经有六环，所以呢已经这个城市是变化非常的大。当時東村があった時は、その東村の場所は郊外で、町の外れだったんですけれども、当時は山間もなかったので、三番外、三番没有。对，刚刚在修三环。三冠をちょうど作っているところで、三冠の外というのはもうかなり郊外だったんですけれど、今は六パーパン。六番。現在は流冠もできていて、町の中心部になっています。从东村然后到惠西，然后这个系列就是婚纱系列，我从97年然后拍到2000年，那也是这个系列的时候，就是因为今天很多这个故事都是我跟印尼之间的合作的故事，今年也是刚好20年左右。那呢这个就是这个婚纱的作品，就是我99年就是当时在利川国际艺术节，我第一次被邀请在日本做展览，所以呢就是来到了日本99年，所以这个系列在那个利川国际艺术节然后展览，那个时候印尼来看了这个作品，也是我们第一次见面的时候。この97、2000年北京というウェディングゴーンですね、ウェディングドレスを着たシリーズは、99年に立川国際芸術祭という芸術祭に展示したもので、その時はニューフォートという彼とリュウゾンという作家が作っていた自家製のコピー紙
があったんですけれども、それの展覧会開催されて、その中で彼が招待されていました。その時に展示されていた写真なんですが、ここの一番右側にかかっているその黄金のような黄色い服を着た2人がこう絡まり合っている、その写真と、あとこのウェディングのシリーズが展示されていたことがきっかけで、私がその立川の芸術祭を見に行った時に彼の作品にすごい感動しまして、それで2人が交流、写真を通して交流が始まり、後にコラボレーションをするということになります。で、その、これは今四川省で、生徒団体映像館で展示している会場の写真になるんですが、当時その立川でこの作品が展示されていて、この作品を見たことがきっかけで2人が、交流が始まるんですけれども、その後2000年に私が北京を訪れることからきっかけになって、コラボレーションが始まるんですが、この時私が彼の作品を見て、で私も自分の作品を彼に見せるんですけれど、これはちょうど出会った当時なんですが、お互いに新宿で撮り合った写真ですね。で私は彼にこの1999東京という当時東京で撮っていたシリーズを見せて、で彼がこの作品を見て、刚才印尼可能有说了这个细节，但是我还是想要补充一下，因为，其实那个时候他来看我那个婚纱的作品，我们在展厅里头有一个很短的一个交流，但是呢，其实他不会说中文，我不会说日语，所以他写了几个汉字给我，那这个汉字呢，直接就是让我非常震惊，就是他对我的作品的理解为什么有那么深，所以呢，我就特别想跟他在交流。この展覧会を見て、この写真を見た時に交流したのも、その言葉で通じる言語がなかったの、共通言語はなかったので、漢字で、自分の気持ちを伝えたんですけれども、その字を見て彼がすごく驚いて、しかも自分の作品を理解されたという思いがあって、その後その写真で交流が始まるんですが、然后呢，我就问他，然后他告诉我说他也是拍照片，所以呢，我就特别想看他的作品，然后就约他能不能看他的作品，所以应该是第二天还是第三天，我们约了一个在新宿的一个咖啡厅，然后呢，他带来了这个就是一个盒子，然后在咖啡厅里头给我看他的一个系列，就是这个系列叫1999东京。その作品を見たときに、その漢字で交流が、漢字で意思を伝えて、で彼が君は何者だと、で写真を撮ってますと、写真家ですと、じゃあ君の写真を見せてほしいということで、で私が写真を持ってって彼に見せるんですね。それがちょうどさっき の新宿、この時ですね、新宿で、カフェでそれで写真を見せるんですね。でこの写真を彼に見せて、看了他的作品跟看了他的人，我不敢相信，就是这是一体的，就是这个作品来自于他的手，就是来自于他自己。所以我当时就是我的直觉告诉我，可能这个眼前这个就是我可能我生命中要找的人。所以那个时候我特别确定。我告诉了，默默告诉自己，就是这个人，就是可能我生命中要找的人。当然他是不知道的。この写真を見て、その人物と写真が合致しない印象があって、信じられなかったと。この若い女性がこういった写真を撮っていると。それが信じられなかったけど、事実で。それでその自分の中で、これは自分が探し求めていた人が見つかったって自分ではそこで確定したと。ただそれは私は知らなかったはずだということです。我想我不会表达出来，但是我相信他的摄影，包括我的摄影，我们是心是相通的。我感受到这个力量，因为我觉得摄影它可以
完全的就是把你的内心的世界表达出来。その時にその言葉は通じないけれども、その写真を通じてその意思をあの伝えられる、あの気持ちが通じられる写真であると、相手であるということを確信したと。其实比如说这张作品我非常喜欢，我看到这种作品它跟我一样孤独。其实呢这个作品就怎么说呢，因为它那个身体包括它的窗户，所以呢整个这个样子我觉得就是，其实我刚才的早期的那个作品那个婚纱里头我也应用了那个窗户，但是那个窗户还有那个光线，所以呢我觉得我们有某一些东西是我们这个气质还有我们那个气氛可能某一些东西是相通的吧。この写真を見た時にもすごいこの孤独感、その内面の表現というものが心に刺さって、特にその彼の中では好きな一枚なんですが、そのここに写ってる窓も自分もあの北京で撮っている写真の中では、その廃墟の中の窓の前に佇む2人とか、その窓を使ったあの写真もあって、すごく共感するところがありました。でその私が東京で写真を撮っていた時にあの撮っていた別のシリーズがありまして、昨年あのちょうど撮影をしてから20年という時間が経って、ほぼ初めてこういった過去に撮っていた写真を一つの本に、共演という本にまとめました。であの発表しました。この赤い少女は一度、2002年大阪で展覧会をしたことがあったんですけど、他はほとんどあの発表していない写真です。で出会う前はそれぞれにものすごい孤独感とか写真表現に対する葛藤を抱えながら、それでも写真しかないっていう、写真表現を追求していきたいっていう思いを抱えて生きていたわけですけれども、それぞれかなりあの孤独で強い表現だと思うんですが、それが2人があの、まあ、出会うことになって、2000年に私が北京に行くことであのコラボレーションという形ですね、共作が始まります。この2000年に、はい、2000年でコラボレーションが始まった時も、最初は互いに撮るっていうことを繰り返してて、すぐにその一緒に一つの作品を作るということにはならなかったんですけれども、その過程を経てですね、自然に2人でカメラの前に入り込んでいくということに流れになって、それで2人で撮って2人で写すと、そういうシリーズが始まります。でその私たちが第三の目って呼んでるそのカメラの存在、写真の存在を通して、自分たちがあの開かれたあの新しい世界に一緒に旅立つじゃないですね、歩き出すと、そういうふうにあのこの2000年以降初期のシリーズはあの大自然に向かって2人で歩き出す、入るという自然とのコラボレーションが始まりました。でこれはあのゴビ砂漠にある、万里の長城の東端ですね、花翼館、2000年で、その中でもその自然の大自然のシリーズの中ですでですね、その日本だとあんまり大自然ってなかなか言わないですけど、この自然の中に入っていくシリーズで、中でも一番その自分たちの作品にとって大きな影響を与えたこの富士山のシリーズというのがあります。でこれは今あの生徒でやってる展覧会なんですが、ですね、この凍った山中湖の上にですね、3日間2晩車に泊まって3日間ずっとここで撮影をしていたっていうシリーズなんですね。我可以補充吗？可以啊。我補充一点哦，这个其实已经到了2000年，我们开始真正合作，就是1999年我到东京的时候第一次见面，但是呢
其实没有那么容易很快合作了。其实呢，我在北京的时候一直就是跟印尼联系，那个时候他在东京，所以呢大概是九个月之后他来到了中国，我们一起去了长城，一起去了那个敦煌，所以从那个时候我们真正开始合作。那这个合作呢，我觉得就是一个改变。我觉得因为以往都是独立的摄影家，那呢当我们各自放弃相机，就是我们本来都是在相机的后面，躲在相机向世界观察，但是呢我们放弃相机。放弃相机是什么？我们共同有了一个相机，然后我们真正的自由和解放，所以我们进入了这个世界。所以呢比如说有大自然的系列，包括富士山的系列，那个时候是这样的一个感受。先ほど出た、ゴビ砂漠 の、 あの古代の建造物ですね、そういったところやあの自然とのコラボレーションを経て、自分たちがあの解き放れて晴れていく、解き放たれていく、自由を取り戻すという撮影方法に変わっていくわけですけれども、それまではあの頭の中で作り出した世界をいかに実現していくかっていうことが一つの写真表現だったんですけれども、この共作をすることで、私たちは新しい目を手に入れて、その目を通して解放されるという、撮ることから解放されるっていう新しい行為をあの自分たちで作り出します。この富士山の写真なんですけれども、さあの、99年に最初に会った時に、あの次にもしあの彼が日本に来ることがあったら富士山を見せてあげるってなぜか約束したんですね。そのなぜそういった約束をしたか忘れちゃったんですけど、それで本当に次に彼がですね、来る機会があって、一緒に富士山を見に行くんですね。で、レンタカーを借りて、慣れない運転であの山中湖までたどり着いたんですけど、その時ちょうど7年ぶりの大雪で、もうあの後にも先にも行けない状況になりまして、でずっと山の湖の周りをぐる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 回ってたんですけど、で富士山一向に見えないんですが、その富士山が見えないその真っ白な世界ですね、人も全然誰もいない、あの吹雪いていて道もわからないし、あのまあ雪の設備もないからどこにも行けない、そういう状況で2人でその目の前の世界美しいよねっていう話になったんですね。富士山は見えなくて残念だねじゃなくて、目の前の真っ白の世界美しいねっていうことになって、あ、自分たちが見たかった風景って本当はこっちなんじゃないかっていうふうに思って、それでその湖の上に、まあ、凍ってたんですけど、その二人で歩き出してこういった写真を撮ったんです。で、もともとこういう写真を撮ろうと思ってここに行ったわけでは全然なかったんですね。で、あのどこまで凍ってるかもわからないし、まあそのいろんな危険もあるかもしれないんですけど、もう美しい世界、目の前の世界は自然が自分たちに与えてくれた一つの機会で風景だし、ここで自分たちが写真を撮るんだと思って、あのここに車を止めてですね、3日2晩ですね、あの写真を撮りました。これはね、マミヤの64横っていうカメラで撮っててフィルムなんですけど、でセルフタイマーで押すと15枚カチャカチャって10秒に1回撮れるんですね。で私が押して走ってるんですね。最初の1枚のとこもそうなんですけど、全然トリミングしてないんです、これフィルムのまんまで。これもそうなんですけど、ギリギリ足が入ってるっていう、すごいなんかあのなんていうかな、奇跡的なタイミングなんですよね。でこの1枚は最初富士山全然見えないわけですけど、その2日目の朝すごい眩しくて目が覚めたら目の前に車のフロントガラスの前にですね、こうフロントガラス越しにですね富士山が見えまして、2人で飛び起きて、でそのままもう駆け出して、もう朝何時ぐらいだ、5時ぐらいかな、ウディア5時とか6時とか、そうそう、それで2人で駆け出したものの、あまりに寒くて、路上の温度がマイナス15度だったんですけど、あまりに寒くてですね、このカチャって1枚かろうじて取ってそのまま引き返して、であと空で14枚ぐらいカチャカチャ回ってたって、
所以一枚だけ取れてたって。我的车里头这个烤这个腿要半天才好像活的。それで車に帰ってあのエアコン入れましてですね、二人であの車のあの暖かい空気のエアコンの排気口に足をくっつけてしばらくその凍結しちゃったあの体を温めてました。でその富士山ずっとその2日間3日間見れなくて2日目の朝だけその時だけちょっと見えたんですね。で1枚だけしか撮れなかった。で当時そのデジタルカメラもないしあのそんな性能良くないしフィルムなのでかえって現像してみないと映ってるか分かんないですよね。であのなかなか不安な感じだったんですけどあのずっと富士山現れてくれなくて、でそのレンタカーを返さなきゃいけない、3日目の夜には帰んなきゃいけないっていう、もう時間がもう迫ってる時に、もう二人でその湖のあのほとりにですね佇んでもう祈ってたんです、富士山に向かって。で彼は彼で中国語で何か祈ってる、私は私で日本語で何か祈ってる。で祈ってる言葉は全然違ってるけど思いは一つ、すごいもう一点に向かってたんですよね。そしたら最後の最後に日が暮れてすごい風が吹いて、でわーってその曇っていた空気が晴れて富士山が目の前に現れたんですね。それでやったっていうことで2人でまた準備して歩き出して、でこれがもうあの最後に撮影ちゃんと写ってて、富士山这个系列真的是好像是上天给我们的礼物。因为我们本来是要想去伊豆嘛，但是因为这个下雪去不了伊豆那个温泉，所以呢那个时候因为我们刚刚领了结婚证，其实就是登记了，所以呢等于就是那样的一个上天给我们的礼物。那呢拍了这个结婚证还没拿，已经登记了还没拿嘛已经登记了，所以呢那个时候就是特别怎么说呢，应该是给我们的礼物嘛。那我感受到这个三天就是这个作品，就是真的是我们跟自然的合作，就是如果没有三个因素那可能不能完成。我们感受到天时地利人和才有可能达成这个作品。この富士山の撮影の時は先ほども言ったんですけど、どこにも行けなかったんですけど、ロノは本当は伊豆の温泉とか行きたくてそういうつもりだったのにどこにも行けなかったと。でそのこの3日間というのは天が自分たちに与えてくれた本当に贈り物で、世界の成り立ちというか、まあ、写真もそうだなって思えたんですけど、その天と地と人と全てが揃わないと一つの世界が生まれてこないっていうことを感じたと。でちょうど結婚した時だったって言ってたんですけど、結婚はしてなくて、その自分たちにとって結婚の証みたいなことで、何ですか、ウェディングフォトを撮ったのかな、日本式の文献高志の、そうそう、それで写真を撮って自分たち的には結婚したという思いがあって、その写真を持ってこの富士山のところに行ってまたその写真を複写したりとかっていう時期でした。でこの一連の撮影が終わったらもう本当にそのまま日が暮れまして、で帰路に着くと、本当だ。でこの2002年ですね。でこの2001年に富士山のシリーズを撮ってから2002年は北京でずっと2002年からの生活が始まるわけですけど、ちょうどこの2002年はですね、798の芸術区という今観光地にもなっている北京の芸術区がですね、ちょうど時代の流れに合わせてこう新しく移り変わる時で、ここは今東京画廊の空間になってるんですけど、798の中で東京画廊が一番初めに開館したギャラリーなんですね。で開館のために、撮った写真ですね、6枚のシリーズで「過去現在未来」というふうに時間の流れが経過しています。この後ろに書いてある毛沢東は自分は私たちの心の太陽というその文革時代のスローガンですね、まあそれは残っている。でこれが現在になってて、
这个就是七九八最第一个改成的一个艺术空间，所以我们在那里拍了六张。嗯，未来は君の中にあるということですね。六里屯的系列。嗯。はい。この六里屯って北京にある六里屯という町の写真、町のシリーズなんですけれど、この六里屯というのがその東村が解散になってからロンロンが移り住んだ家があったところなんですね。東村から距離的には近いんですね。で当時はまた郊外だったんですけど、今は中心地になって、ここの場所はマンションができています。でこれはその取り壊しの最後の日に2人で撮ったシリーズですね。リューリーとのシリーズの中でもこの最後の日に撮ったものです。我补充一下，六里屯是我怎么说挚爱的房子吧，因为东村被解散之后我就住在六里屯。六里屯它是一个有一点城乡结合部的一个院子，那四合院，因为北京那个四合院我非常喜欢，它呢关上那个院子的门就有天有地，所以呢我非常而且非常独立，我那个地方就是可以做作品，然后白天可以见客人，然后它又有非常有朝南的房子，然后冬天又非常舒服，所以呢我感觉那个有天有地的院子特别独立，我非常喜欢。この北京の六里屯の家は自分がすごく愛していた家で、四合院造りという造りがあるんですけれども、それを模してるんですが、当時は出稼ぎの労働者のために作られた村で、日本でいうところの長屋みたいな造りなんですが、それぞれ独立した庭があって、その庭を囲うように建物が並んでいると。で狭いながらも自分の庭があり、空間があり、空があり、自由があったと。でとてもすご自分が気に入って愛していた家です。で友達を呼んだり人を呼んだりして交流の場としてもすごく使っていました。因为那个时候还没有艺术家的工作室，所以呢我居住的地方就是属于工作室了。当然那个时候也还没有画廊，什么艺术空间七九八都没有，所以呢那我那个房子我特别自己感受到自己的那个喜欢。当然我同时也我想，如果印尼龙从日本来到北京的时候，他能看我居住的空间，我相信他可能也会喜欢。所以呢2000年来的时候，印尼就第一次在这个地方，也就是后面我们一起生活，他你大概可能经过住过一年吧，春夏秋冬，然后就很快这个房子就被拆掉了。この家はですね、当時はもちろんギャラリーもなく、798もなく、サロンもない中で、そのアーティストたちのアトリエというのがその交流の唯一の場所だったんですね。でそういう中でもすごく重要な場所だったし、自分はすごく愛している家だったので、私が2000年に行った時もきっと私インディーはこの家を気に入ってくれるだろうという思いがありましたと。でそれで2人も、2002年にここで暮らしたし、私も1年ぐらいの時間ここで過ごすことができたんですけれども、本当に古くてかなり壊れている家ですけど、でもそういうことじゃなくて、その中にすごくこう生活らしさがあったり、また彼がそのすごく愛おしいと思ってる家の存在っていうものが、なんか理想郷のような場所で、本当自分たちの作品もたくさん誕生したし、私もすごく愛する家でした。有一天接到电话，就突然就告诉我这个房子要拆了，所以我们就马上到这个现场。那到这个现场的时候，其实工人已经拆这个房子的屋顶了，所以呢，我们就买了很多百合花，就为这个房子送行。对，ある日電話がかかってきて、2001年回来以后才拆的。不，2003年拆迁。
ある日電話がかかってきて、この取り壊しの工事の人ですね。で朝電話かかってきて、今日取り壊されるという連絡を受けて急いで行くと、もう屋根が壊されている、最初の方に出てた写真の状態になってたんですね。それで自分たちは急いでこの百合をたくさん買う200百合をたくさん買い込んで、それで最後にこの家と共に会った時間に感謝するっていう行為をここで残す。でこれが本当に最後の写真になりました。この掃除地北京というのは、その瑠璃とな家が取り壊しでなくなってしまってから、いくつか移り住んだ後にこの掃除地にアトリエを作ります。でそのちょうど2004年に長男が誕生するので、ちょうど誕生するタイミングで自分たちもその生命のシリーズを撮りたいと思っていて、でこの掃除地のシリーズは生命の誕生が一つテーマになっています。で誕生してする生命が誕生することによって自分たちの存在が変わったり、あるいはその自分たちが客観的に何か別の存在になったりっていうことを、いろんな自分たちそのものを、まあ、再認識するための一つの過程として撮っています。这个盐有没有说？这个盐没说，一会儿八张纸的那个上一张说。でこの長男が誕生している時には、まあ、もちろんわからないんですけど、その後さらに2人息子が誕生します。ですので本当に誕生が続くんですね。この時に 5年間で3人子供が生まれる。这个是材料是银联的巷子放的，然后手工画颜色，手工着色。嗯，其实就是一个纪念照，最普通的纪念照。これは記念写真的なものなんですけれども、売店8売店の大型のカメラで、モノクロで銀絵で撮ってて、モノクロでプリントしたものに手彩色です。这个系列拍到04年到12年。このシリーズは2004年から2012年まで撮っています。で2012年までの間にですね、また別の誕生があって、これも同じこのサークルのシリーズで撮ってるんですけれども、一つの生命の観念なんですが、その子供とか人間の生命ではなくて、その空間ですね、その三栄堂という空間の誕生のシリーズになります。三栄堂は一会儿说吧。あ、いいよ、可以现在说。嗯。对，那我先你说。嗯，你说。刚才那个其实从六里屯到草场地，然后这个是三影堂。其实比如说六里屯就是一个消失。但是呢，草场地我们有一个新的生命，然后包括三影堂就是一个重建，所以呢，其实我们就是在内部跟外部之间的一种过程。その琉璃屯から三栄堂までなんですけれども、なぜ自分たちが三栄堂を作ったかという話になりますと、それまでが内部の、まあ、一つの内面的な表現だとすると、この三栄堂というのが、まあ、琉璃屯の、再開発の取り壊しがゼロに戻るとすると、この三栄堂の誕生というのが新たな生命が誕生する、再構築のストーリーになります。对，可以说因为是摄影带给我们所有的一切，如果没有摄影我们没法行动，我们也不可能在一起，所以呢为什么用三影堂，其实这一切都是摄影带给我们的，所以呢那个时候我们就是这样的一个决定。
その写真が全てなんですね。で、写真が全てをの機会を与えてくれてて、もう写真がなければ出会うこともなかったし、自分たちが表現をすることもなかったと。で、その、摄影是一切，然后呢？摄影代表我们的缘分嘛，所有的一切，没有摄影我们就不可能。然后呢？不可能行动。嗯。然后算一个。好，那我再补充一下。所以也可以说是摄影，其实摄影就是。这个行为，摄影就是你这个行为就是向外部拍照，就是摄取，就是拿，你从外部拿到自己的内部，是吧？你摄影所有的东西就是从要外部拿的，所以那个时候其实我们就是想清空自己，就是想要把自己清空，所以就是变成摄影堂的诞生吧。那所谓的清空也就回馈吧。その、まその三栄堂の誕生で写真というのはこうテイクですね、撮ってくることが、まあ、基本なんですけれども、それを返していく、自分たちを空っぽにして、自分たちに与えられた機会とかご縁とかその写真からもらったものを返していく、そのための行為がこの三栄堂の誕生につながっています。所以就是我们当时是一个这样的一个转变，就是我们对摄影的一个挑战。那三影堂这个空间的实现，其实也是寄托了我们对摄影的所有的信仰跟理想，所以就是这样转变的。那你再说一遍啊？摄影其实就是我三影堂这个空间就是我们对摄影的一个信仰跟理想。三栄堂は自分たちにとってそういう写真に対する信仰心というか、一つ一筋な思いと、你说吧、不要翻译我的、可以吗？你理解的说、没关系。その先ほどこう言ったようなその思いがたくさん、こう写真に思いも含めて自分たちのできること、写真から受けたご縁を返していくための場所として誕生しています。で、2008年はその三栄堂が誕生してから2年目になるんですけれども、でこの写真はあのいろんな方に見ていただける機会があって、あのすごくいいって言ってくださる方、またあの、美術館なんかにもコレクションしていただいてるんですが、自分たちにとってはですね、なかなかあのすごい難産の作品というか、苦難の上に生まれてきたもので、この2008のシリーズはあの三栄堂が誕生してからですね、もともと自分たち写真家だったし、あのマネージメントだとか、そういったビジネスマン的なあの専門知識も一切なくですね、空間をいかに運営していくか、存続させていくかということに、もうとにかく日夜頭を働かせる生活で、もう24時間、まあ、いろんなあの空間やイベントなんか主催されている方はそうだと思うんですけど、24時間自分たちの生活も全てをかけて三栄堂のために生きるっていう時間が始まったわけですね、2007年以降は。2008年になりますとですね、なかなか写真も撮れる状況じゃないと。しかし写真が撮れないで写真家っていうことを名乗るっていうことも自分たちの中に許されなくて、なんとか写真を撮りたいと。でもそのここの場所から動けないわけですよね、三栄堂があるので。ですのでこの自分たちの生活空間の中で今の自分たちを撮ると、それがこの2008年のシリーズですね。で2008年このまたお腹が大きいんですけど、これは三男がもう本当に、間もなく生まれるという状況 で 先ほど髪の毛がこう結んでいた白っぽい写真はあの背中背景から見てるので、どちらがどちらということは分からないような印象を持っていただくことが多いんですね。で それはすごく嬉しいことなんですけど、でもよく見ると一人はかなりあのもう今にも子供が生まれるという、そういう身体的な状況にあるということになってます。で詰まり物語ですね。
でそういう状況はですね、サイドを運営している間はもうずっと続いていたわけですね。写真を撮れないという状況、でこれでは本当にいかんということで、その大地の芸術祭という新潟で開催している芸術祭に参加をして写真を撮る、自分たちが写真家であるところに立ち返ろうというそういう挑戦がありまして、で自分たちの写真はコラボレーションしてからは、常に生活やその住んでいる場所、社会的な背景とか環境が影響してきたんですけど、この写真はですね、唯一自分たちが住んでいる場所ではないところですね、何度も通って新潟に何度も通って撮影してるんですね。ですのでその、まあ、オリジナルのストーリーというよりかは一つ物語として存在してて、で自分たちの中でそういった物語性を形にしているので、つまり物語というタイトルになっています。でちょうどその2012年から14年まで撮影してるんですが、311の東日本の大震災の後で、もうそのなんていうかな、風景、日本人がまた日本でそのこういったなんていうかな、田舎っていうのかな、その農村地帯あるいはその自然の中で風景を見る視線って変わってしまったなと思って、最初はこのシリーズも、まあ、大判で撮ってしのごで撮ったりしてるんですけれど、かなりそのプリントはクリアだったんですが、そういった現実が反映してそのくぐもったような透明度の透明感のないような空気感とか、なんかこう湿度にこう覆われている息苦しいその窒息しそうな空気とか、なんかそういったものをプリントに閉じ込めたいという思いから、こういった手焼きプリントっていうことを最終的に完成の形として最終的に作っていました。はい、これがですね、2015年の京都グラフィーで、実はこのつまり物語は両職員さんで展示させていただいてて、個展を開催したんですけれども、これがこの屏風になって、屏風のようなものがバラ板で手焼きで1メーター1メーター50ぐらいのプリントですね、先ほど言ったようなプリントの湿度を含んだような感じになってて、でその手焼きのプリントがこの和紙の上に並べられていると、ですごい綺麗なインスタレーションだったんですよね。でこちらの茶室の方では背景にある巻物に水の流れが投影されていて、でこちらの茶釜の方にはその水の流れの高音部だけ取り出した超音波のような音が反射して空間を満たしているというインスタレーションだったんですけれども、この展示って今考えると今のこの即非京都の展覧会にすごい関係があるなっていうか、これがあって今があるんだなっていうのを改めて感じて、その京都グラフィーさんはすごい挑戦的な展示とか実験的な展示もなさってるんですけれど、その作家に対して展示を通してすごくこう成長したり学んだりっていう機会を与えてくれる、その自分の成長を展示で確かめられる機会ってなかなかないので、それをさせてもらってたんだなと思ったら、改めてその京都グラフィーのすごさとか展示させていただくことに感謝の気持ちを感じました。でこれは先ほどのあれですね、掛け軸に投影してたもので、これも、八海山からの雪解け水ですね、春のものすごい勢いで清らかな水が流れてくるんですけれども、生まれたてので、それをこう縦に横に交差されるっていうこの映像なんですね。今横に走ってるんですけど、それが縦になって横になってっていう、まるで網のような画像になってて、それも今のこの展覧会ご覧いただいたかいただいてたらきっとちょっと思い当たるところあると思うんですけど、そのドラム室の中の投影もそういったその透明な網にこう映像が投影されていて、そしてその消失していく時間というものを表現していくというものにつながっています、はい、で即非京都ですね。でこれが今四川省の成都の東大映像館でちょうど
昨年私たちが共作20周年でそれを記念した回顧展が開催されているんですけれども、そこで即非京都を初めて展覧会が展示したんですが、この京都グラフィーの展示とは全然また違う内容構成になっていて、先ほどの1枚はこれを枯山水の背景があるんですけど、この一面だけでも4メーターの高さがあって70メートルありますから、それ一つで宇宙的な空間を表現しています。もし展覧会ご覧になりたい方いらしたら、はい、どうぞ。45分ぐらいはギリギリ入れるなって感じです、うん、まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫、まだ大丈夫、はい、如果要看展览要走，因为他这是五点要走。でこの、今回展示してないものであるとか、そういったこの香木のシリーズですね。その山の廃墟、香木荒廃した山ですね。のシリーズなどが多く展示されていると。ね。可以说搞木的。可以搞搞木。好，没问题。那你那个字拿出来吧，等一下，是，对。で先ほどのこの山、荒廃した山の写真なんですけれども、それについてなぜああいったものを撮っているかということを。对，这个几年我们在这个机会京都里头，我们拍了很多这个搞梦。那这个搞梦啊，其实在之前我们都不知道有这个词。怎么说呢？搞梦死灰，搞梦死灰是来自于庄子的快1000多年前的那个齐物论里头的一句话，槁木死灰。那今年我成都展览的时候，乌宏老师写了一个前言，里头有出现这个枯槁槁木，所以我专门查了这个槁木。那我就发现特别，怎么说呢，特别震撼。因为呢，槁木死灰这里头有很深的内涵。怎么说呢？因为一个枯掉的一个树，你看到它是死的吗？其实它不一定，它其实它要经过冬天，可能春天里头它还会发芽，所以里头有很深的这个齐物论里头对槁木死灰有非常深的一个意涵。所以呢，我在这个京都里头这几年拍摄，包括这个后面的山里头有很多树，然后呢有一些我们人在这个槁木上了，比如说那个大海豹，我就感受到这个其实就是我们跟自然，其实就是人跟自然的一种关系，这里头有非常重要的一个意涵。比如说包括老庄的庄子的思想，就是逍遥游里头以后，就人跟自然怎么相处，这个包括跟水循环，都是在机会京都里头这里头体现。この香木というのがですね、なかなか聞き慣れない言葉なんですけれども、その自分の中にもその香木という意識はなかったんですね。で今回その先生の展覧会でウーホン先生に「君たち香木みたいだね」っていう話をされた時に、香木とは何ぞやっていう話になったんですけれども、もともとその2000年ぐらい前で、その宗師の老宗思想の話になるんですけれども、その宗師の細仏論の中にある言葉なんですね。で本当に形はもう枯れ果てて木の皮みたいになってて、もう正気を失っていると。で心に一点の火も灯らないような、もう死に果てたみたいなものいう言葉なんですけれども、その言葉の中にですね、自分たちはすごく意義を持ったと。でそのこの即非京都のシリーズはシリーズとしてまとめたのは本当に最近で、それまではそれぞれバラバラに撮影していたものだったんですね。で特にこの香木のシリーズは山の廃墟、山の廃墟って呼んでて、その水害によって荒れた山を撮ってたんですけれども、それが香木と呼ばれた時にですね、すごく急にその生まれ変わったと、生き返ったんですよね。で香木っていうのはそうやってこういう香木死海と言われて、その一定の正気も生み出せないようなものとは言われてるんですけれども、さらに
本当はあの深い意味があって、一見その死に果てたような存在でも自然の中にあってはそれは生命がまたあの再生するための一つの拠り所となると。でそれが、その香木によって新しい生命が爆発的にまた誕生すると、新しい生命が生まれるための一つの、 あの象徴でもあるわけですね。で自分たちはそういう意味で取って、でそのこの山 の、 あの荒廃した山を取っていたと。でこの山の風景というのも本当にこの東山連峰がほとんどで、まあ、鞍馬の方まで行けるんですけど、ずっとこの山に入って撮ってたんですよね。で撮ってる時はこういったあの最終的な発表の形態は考えてなかったんだけど、とにかくこの香木をたくさん撮っていたと。でこの香木のシリーズはこの植樋京都の中にあって、すごく重要なあの位置を占めています。こうやってだいたい2人で山に入って、売店とかしのごとかあの機材を持って2人で山に入って撮ってるんですけど、この時はあの息子が一緒に行ってくれて、最近はその息子がシャッターをしてくれてる。先ほどあの掃除地のシリーズでお腹が大きいところからあのだんだんこう生まれてきたあの小さかった子どもたちが今はカメラのこちら側で今度撮ってくれてる。でこれは今回の展覧会の中でその野外の展示、外の展示と、まあ、内の展示、中の展示ですね。でそれをつなぐ、展示で、外の世界と中の世界とそれをつなぐ世界、3つの世界で構成されているんですけれども、このあこれいいです、見てください、うん、動画なんですけど、これは開幕の前日にあのロンロンがあの書いた字なんですけれど、すごいなんかあのいい筆見つけたんですよねここに来る途中で。这个印尼给我很大的压力，我第一次在写这么大的字，从来没有。私すごく喜んで、あのすごいいいプレゼントと思ったんけど、彼すごいプレッシャーになってて、初めてこういうなんかこう人前で字を書くっていう。好几天这个胳膊都抬不起来。もうこの何日も腕が上がらなかった。にくいしょ。你说吧。この書いてる文字がですね、多分あまりはっきりわからないと思うんですけど、あの書いてる字は見る山これ山、見る水これ水って言って、その、宋の時代の禅の言葉なんですけど、実際はもうちょっと長いで一部だけあの抜粋してるんですけれど、あの禅の修行で悟りに至るまでの段階として、もう最初に物を見るっていう最初のまあ、始まり的なことですね。で自分たちにとってもこの、ものを見ること、この側秘京都で改めてその新しい視点であの世界を見るっていう思いを込めて、この側秘京都というあの一つの世界としてタイトルをつけているので、それを表す言葉として、さらにその自分たちの 初心ですねを表す言葉として、この言葉を書きました。でこの中のドラム室の展示になるんですけど、この左こっちが右側ん左側の映像が鴨川の写真ですね。でこちらが生活の写真になっていて、この側秘京都ではあの 8×10 のモノクロも、シノゴンのモノクロも、銀塩もあれば、デジタルカメラもあれば、携帯電話もありとあらゆるものが誕生してて、自分たちの中では長年も写真としてさえ見られてなかったようなイメージとかたくさんあるんですけれど、それをあえて全て一つにあのまとめて世界を見ると、自分たちがこう拒否していた、排除していた排他的な視点でいつの間にか写真というものを見ていたわけですけど、それを改めてあの見直していったら、全てがあってこそ世界は成り立っているんだと。
でそれら全てで一つの世界で、それがイコール写真なんだと。改めて自分たちにとって写真とは何か、世界とは何かっていうことが分かって、それを教えてくれたのがこの即秘教徒という写真でありシリーズであり、それが誕生する過程だったんですね。でその写真という枠を超えて時間として世界を見た時に、そこに写真があるじゃなくて、世界というのは誕生して、時間というのは誕生して常に消えていると。で消えているからこそまた次が生まれてくるっていう、その消失してまた誕生するっていうイメージを、まあ、空間で表現したくて、このドラム室ではあのプロジェクターを使って放映しています。でこの即秘教徒はいろいろ展示によって見せ方が変わって、見せ方が変わると見る方々の世界がまた変わってくると思うんですけど、これはまた一つの見せ方で、カラーのものと、鴨川が一緒になっているような写真とか、で写真でも写真そのものは変わらなくても、本当に見せ方次第で世界が変わっていくっていうことをいろいろ挑戦でさせてくれる。で挑戦するとまた新たな発見があるってことを改めて教えてくれる、そういうすごい自分たちにとって貴重な経験をもたらしてくれるのがこの即秘教徒ですね。でこの写真なんですけれども、今回この松田典子さんっていうあの京都府立大学の先生がですね、あの特別なエッセイをあの京都グラフィーのカタログにあのご寄稿されてるんですけれども、そこでこの水の話があって、そこにこの東山連峰からあの京都盆地を眺めた時に、そこがこうまるで海のように見えるってすごい美しい文章があって感動したんですけど、それがですね、あのこの写真を自分たち撮ってる時に、また見て再編集してる時に、まさに本当にそれを感じてたんですよね。ここが本当に海のように見えて、で天から光が差して新しい生命が誕生するんだって思ってたら、松田先生がそのように書かれていて、でさらにあのその文章にはですね、京都はかつて海であったと、すごいもう鳥肌が立って、50万年前は京都は海であったと。そのくだりをね、あの読んだ時に本当鳥肌が立って、ああ本当に即秘教徒ってすごい、なんか自分たちに何を教えようとしてくれてるんだろうっていうことをすごい感慨深い思いに至りました。でこの三栄堂というのは、私たちが2007年に開館した、写真の総合的なあのセンターになりますけれども、民間の写真センターですね。で年間を通して展覧会とか、あのいろいろなイベント、学術イベント、交流イベント、あとはあのワークショップであるとか、あの開催しております。我想说一句，因为摄影我觉得是超越民族、超越国家、超越语言的一个独立的世界，所以呢如果没有摄影我们不可能在一起，所以呢摄影堂也是这个初心，我们对摄影的理想，然后做这个国际间的交流。あの写真はあの国籍も超え民族も超え、あらゆるあの差別も超えて、あの共通の言語であり共通の表現になりうると。で三栄堂という場所はですね、自分たちにとって本当にその理想の場所であると。写真を発表してあの世界の人たちとつながっていく、開かれた交流を生み出していく場所として、あの、まあ、自分たちが作ったんですけれども、現在もそういった理念を掲げて運営しております。我这次就是在这个京都摄影节，就是展出这个机会京都，就是这个五六年在这边的断断续续，还有生活的一个跟大家见面的一个展览，非常的高兴，也是因为这个空间对我们来说，这个系列在这里头，还有包括设计师，包括跟京都摄影节的团队，我觉得就是我们觉得非常的。幸运也能在这里跟观众见面，我们非常的高兴。
今回この琵琶湖疎水記念館で側壁京都の展覧会ができることというのは自分たちにとっても本当に光栄なことで、先ほどそうですね、言い忘れたんですけど、その展覧会の構成が3部に分かれていると言ったんですけど、外の世界、中の世界、それをつなぐ世界ですが、この琵琶湖の疎水記念館の場所で展示するということですでですね、最終的にこの東山連峰を借景として、さらにこの疎水の流れを含めたこの全フィールドで一つの世界が構成されるっていう、すごく奇跡的な、自分たちにとっても意義深い展覧会ができて、それがもう本当にご縁に感謝な、ご縁にも感謝いたしますし、すごくこの6年間撮ってきた写真というのがこの展覧会に生かされたことをすごく感謝いたします。那机会京都其实我们在这里头创作这几年在这个地方，其实虽然我们在北京或者厦门有三影堂，但为什么在这里，但是呢我觉得我们这个是一个回答，就是其实我们最爱的还是摄影，在京都也是我们修复跟摄影的关系。怎么说呢，我们一直在这个过程的一个修复，也是应该说这个修复也是可以说是修炼吧，所以呢对摄影的理想。その自分たちは北京にずっと住んでいて、でこの6年京都で撮ってきたんですけれども、そのなんで京都なのかっていうところは、その撮ってきてやっと分かったんですが、今回この展示を通してさらにやっと理解できたんですけれども、京都という場所が自分たちと写真の関係を修復してくれている、新たにまた誕生する初心に帰らせてくれているという場所だったと、そしてそういう機会なんだと実感しております。で今回この機会をいただきました、京都市京都市上下水道局、そして琵琶湖疎水記念館、そして京都グラフィーでご関係の皆様には本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。今日はお越しいただいてありがとうございました。